話題の車紹介チャンネル遠藤中米ようこそ。今回は新型ボクシー走行編ということで、はい、今から走っていってみましょうか。はい、あれなんか食べてるそれは今から走っていってみようかと思います。はい、新しいボクシー走ってみるの楽しみです。楽しみですね。はい、あの座り心地がすごく良くて広いし、シートもこうゆったりしてるから寝ちゃいそう落ち着いちゃいます。ボクシーはですね、うん、すごい機能がついてて、何でしょう。はい、ヘイトヨタ、何かご用ですか。助手席の窓を閉めてくれ。助手席の窓を閉めます。すごい賢すぎ。え、私にもちゃんと反応します？大丈夫ですか？でここにマイクがあるから、ここがマイク、なるほど、運転席側、助手席側があるんで、うん、どちらかのマイクを拾って、うん、運転席の人が喋ってんのかどうか、助手席の人が喋ってんのかどうかを認識すると。すごー、はい、賢。じゃあちょっとやってみたいと思います。ヘイトヨタ、何かご用ですか。いい車やね。もう少し声のトーンを上げてみどういうこと、声低いってこと、どういうこと。認識できませんでした。ヘイトヨタ、いかがいたしましょうか。運転席の窓を閉めて。運転席の窓を閉めます。なんや、今のは反応したのに褒めたら出れたかな、もしかして。ヘイトヨタ、何かご用ですか。他どんなん行けるんやろ、ちょっとやってみたいと思います。運転席のエアコンをつけて。オートエアコンをオンにします。おー、すごい、めっちゃ面白い。これ一人で乗ってても寂しくないというか暑いので温度を下げて。ドライバー席の温度を 23.0 度に設定します。すごい、運転中ってエアコン操作とかしてたら危ないから、これは事故防止にもつながるし、すごい賢い機能でも褒めたら反応しなかったではボクシー乗ってみたいと思います。前が気持ち長いかな、セダンタイプとかに比べては短いと思うんですけど、長めに感じます。はい、では安全運転で行きます。はい、では行きます。ところでサイドブレーキは、これもオートなんで、あ、オートタイプですね。では出発します。前方よし、あ、すごいね、スムーズ。エンジンは2リッターのガソリン。2リッターって結構大きめですね。ブ、ね、うん、リンカーの音はそんないかつくないですね。可愛い感じ、うん、どちらかというと可愛いよりかな。走りもスムーズですね。静かですね。うん、静か。この三角のガラスも結構下の方まで見えるというか、あ、そうですね、うん、下の方まで見える、見やすいね、うん、安全性が高い。トヨタ、お伺いいたしましょうか。運転席の窓
少しだけ開けて。あ、ちゃんと少しだけ開けてくれた。すごいね。すごい。ヘイトヨタ、何かご用ですか？運転席の窓を閉めて。運転席の窓を閉めます。おお、賢い。ヘイトヨタ、何かご用ですか？窓を開閉してくれてありがとう。もう少し声のトーンを上げる。褒めるのはダメみたいですね。ここら辺は褒めてもなんて答えていいかわからないみたいです。このヘイトヨタっていう名前欲しいね。ヘイトヨタってなんかトヨタ全般、あ、なんか反応してる。トヨタ全般に声かけとみたいもんね。ボクシーとかもできるみたいな。ヘイボクシー。設定を変えないと。あ、変えなあかんね。運転しやすい。あんまり揺れへんし、運転しやすい。シートのゆったり感いいですね。あの、気づいたんですけど、そこに出るんですね、今何キロで走ってるかっていう。あ、そうやね。うん、ヘッドアップディスプレイ。うんうん、前方を見ながら見えるんでいいですね。ちょっと今坂道やけど、うん、加速感とかどう？あ、そうですね、アクセ踏んでも無理してる感なくスーっていってくれてます。結構な角度回ってもそんなに揺れないですね。安定感ある。窓大きいから本当運転しやすい。視界がいいし、いいですね。じゃあ止めてみます。あ、このタイプですね。上空からとバックモニターと。これが見やすい。すごい、すごい止めやすいです。やっぱり両方上からとバックモニターとあったら、こう幅の感じも分かるし、後ろの感じも分かりやすいし、止めやすいです。ボクシーの駐車瞬殺です。ちなみに、うん、こういうのもあります。うわ、すごい。全方位確認できると。あ、すごい。わ、すごい、面白い。車の下とかね、死角になってるところに子供がいたりとか、そういうの危ないけど、やっぱ安全性高いわ。安全意識高い系ですね。はい、エンドチューブではこういった形で話題の車の紹介をしていきます。新型ボクシー走行編いかがでしたでしょうか？走行編も最後までお付き合いくださりありがとうございました。この動画が少しでも参考になっていただけましたら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それでは次回でお会いしましょう。